はですね、1回目、2回目の復習として左右のオーバルを練習します。2つの目標物に対してゆっくり走っていきましょう。このようにまずは大きい円を描きながらオーバルを走ります。右回りが慣れてきたら次は左回りをやります。この時できるだけサイドローラーが地面に当たらないような角度にスロットルとステアリングを調整しましょう。まずはこの左右旋回を練習します。次のステップとして8の字走行をやります。2つのパイロンの間をまずはじめにオーバル走行で走ります。次にですね、パイロンの間を通って8の字走行をします。この時コーナー立ち上がりで車体をまっすぐに立てるのが重要になります。まずはパイロンの外を大きく回るような感じで走ると走らせやすいですね。慣れてきたら少しパイロンの近くを通るような練習をしてみてください。はい、ではですね、8の字走行のコツをちょっと伝授したいと思います。まずはこのようにオーバル走っているところからですね、8の字走行に入ります。ここでですね、右にステアリング切って曲がってですね、立ち上がるときに一瞬左に切ります。そうすることでコーナーの脱出時にですね、バイクをまっすぐに立ち上がらせることができます。この一瞬逆に当てる動作をですね、素早く行うことによって非常にバイクが安定してまっすぐ加速体勢に入ることができます。こうすることによってですね、次のコーナーへ楽に進入することができて、バイクをきれいに8の字走行させることができるようになります。すべての走行はですね、この応用になりますので、これを何回か練習して自分の思ったラインに乗せられるようになったら、この練習は終わりにしてもいいかと思います。